こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まずレンズ豆を鍋に入れます。水を加えます。強火で沸騰させます。かつおだしですね。一応煮物になるのかな、だから小さじ3杯入れます。味を整えるのに塩で味を整えます。塩スープですね。牛塩汁といった方がいいですかね。で、こちらはいつもの煮物ですね、鍋ですね。味噌と味噌キムチの素なるですね。白菜を入れていきます。量の関係で言ったらいいのか、レンズ豆はね、大豆とかひよこ豆とかと違って水で戻さなくていいことになってるんですよね。戻さなくても食べられるなるということなんですが、個人的にはどこまで戻ってくれるかがちょっと分かりません。食べられるくらいまで戻ってくれれば何の文句もないですが、戻ってくれない可能性としては入れておかないといけないので、
他の食べ物も用意しておくべきかなという気もしますね。レンズ豆のスープは置いておいて、ちょっと味見しますね。とびっきり美味しいとは言えませんが、食べれないこともないですね。スープの具としては OK でしょう。で、こっちは3日ほどずっと食べているもやしとちくわの炒め物ですね。もやしの炒め物です。 IH の3にしてちょっと焼きにします。キャベツ8回、唐辛子、味噌、キムチの素、炒め煮ですね。白菜、唐辛子、味噌、キムチの素、炒め煮、バナナですね、バナナ。で、問題はこれですね。サムネイルはこれにしましょう。レンズ豆の和風スープ。レンズ豆の和風スープです。で、肝心の体重ですね。55.2kg、 55.2kg、 体脂肪率 12.6、 基礎代謝1298、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.7、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 はい、確認でもう一度乗ります。
54.9kg、 12.5%、1回目を記録するというので今のは参考ですね。バナナ炒め物で、もう一つの炒め物、ちくわもやし炒め、レンジ豆の和風スープ、以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。